はい、えー、お疲れ様でございます。えー、っとね、今回の動画はですね、9月3日土曜日に撮ってます。朝4時なんで、まだ相場がわずかに動いてるんですけども、基本的にはね、もう相場がないと思いながら解説させてもらいます。で、この解説っていうのは、まあ、1週間を振り返る意味もあるんですけども、来週ですよね、37週、つまり9月の5日から9日までに、どのような動きがあるのかってことを大雑把に解説していきます。 まあ私は一週間の玉も持っていますし、一週間で決済する玉もあるわけですよ。また、月間、月をまたいで決済するものもありますので、このね、放送っていうのはね、皆さんに私の週単位の考え方、月単位の考え方も少しだけ分かっていただけるんじゃないかなと思いましてね、解説しております。まあ通常は1時間を軸にトレードをすることをお勧めしてますけども、どうして1時間がね、より深く考えられるのかっていうところは、やっぱりね、 月間や習慣というものを意識するからこそというところもあるんですよね。まあそういう意味で基本的には1時間でやり取りしてもらえばいいんですけどもちょっとした別の視点からね1週間をどのように見ていくのかということをこうやって週に1回お伝えしてだからこそ日々の解説がなるほどねと分かってもらうように繋がるんではないかなと思いますいずれにしてもテクニカルの話しかしませんのでその辺はご安心くださいで今見ていただいているのが月足です月間足を 特に140円を超えたというねちょっとした事件ですからこれは、ね、今このチャートを見ていただいても今まで一番高値をつけていたのがここでしょ124円とかなんですよで私が放送でトレードを特に力を入れてオリガルトが言い出したのがこの辺りですからですから当時はね120円を超えることも一つの大きな壁だったわけですよつまりはこういった抵抗体ですよね 125円とかっていうのはまあ世紀のね何十年ぶりかって言われるような大事件になると思いましたけどもご覧のようにあっさり超えてしまったってことですえっと最近の動きを見ていましても要線はでかくて力強くてたくさんあるんですけども陰線っていうのは短くてほとんど出てないでしょここに突き足での上昇圧力のすさまじさを感じるわけですよ、ね、トランプ政権のの頃っていうのは 緩やかに下がっていってるんでまあはっきり言ってね巨大な利益は見込めなかったところがあるんですよねうんまあだからというわけではないんですけども私の利益も当時ね少なかったです1000万なかなかいかなかったんですよねまあでもそれは私の力量にもよりますんで必ずしも相場のねペースが悪いからってことではないですけどもまあ最近のこの半年の方が稼ぎやすいのはわかるでしょ バイさえ入れとけけばいいわけですからずーっと言ってますよここ今年に入って <laughs> バイさえ入れとけばいいですよバイデンさんのバイですよとか言ってねずーっとバイバイバイとか言ってましたからだからこれでねなかなか勝てなかったロスカットを受けました損金が出ましたとかっていうのはちょっと根本から見直すのとその思い込みをなくさないといけないですよねあのもうぶっちゃけ私の言う通りにやったら勝ちしかなかったわけですからこの半年かただ私としては私の言う通りにエントリーするんじゃなくて 考え方をこそコピーしてほしいなというところがありました。はい。前提長くなりましたけども、えっ、ー、と、陽線の一歩前を見てください。先月ですよ。下の髭が長くて、で、実体も長いでしょ。この上昇圧力を見た後で、現在もまだ、ほら、陽線なんですよ。だから、この陽線が145円に向かって突き上げるところを、 今まででのの流れかからら感じるのがテクニカルですからだって上に向かう勢いを止めるものがないわけですからねでこれで倍の選択を迷うっていうのはちょっとねトレードを向かないというかもうちょっと勉強した方がいいかなというところで私のトレードを見て勉強してください <laughs> で次の週足を見ていきましょうかねねえ突き足はものすごい勢いで上昇格をつけてますで週足なんですけどもちょっと解説がいります2つ解説しましょうここ 一つ目の解説。まあでも、もういいですね、解説は、ここは。何回も言ってますからね。わからない方は私の方にまたメールでも送ってください。で、次です。ここ。これもわかります私が何を言,わし言おうとしてるか。ね。陰線と要線が並んでるでしょね。で、わからない方はメッセージください。下に行って、下が何で止まって上に行くかを判断できるかというと、これですよね。陰線要線が何本が出てますよね。4本ですか。 陰線陽線が交互に出ているんだけども、下の安値っていうのは133-110で一致している。おおむね一致してるでしょ。同じようなところで止まってるでしょ。で、下比を大きく出しているところを見るに、これは今後の上昇が考えられる。しかもここの二つの点を超えていきましたから、ここの意味よりもこっちの方が勝ったわけですよ。 ということは大気圏脱出16を脱出したわけなんでこれからも145円に向けてのテクニカル的なエネルギーがありますよねってことなんですよ。わかりますここ。この週足がかなりこれから向かうデイリーとか4時間とか1時間の考え方に作用しますよ。さあそれではね月間も週間も上昇を随分に十分続けるエネルギーがあるという先入観を持ちながらデイリーを見ていきますよ。 デイリーのポイントはもうここを超えるかどうかっていうことが長年の課題でが長年じゃないですけどね超えましたよねしかもこの力強い要線で突き破ったわけですよちっちゃいコマみたいな要線が積み重なってなんとなく破ったんじゃなくてドカンとぶち破ったわけですよねで140円達成当然利確も起きるので今現在はこれどうなるかわからない未確定な 陰線とも陽線とも取れるコマで終わってるのは十字上終わってるのは仕方がないところだと思います、はい、ただねここまで勢いがあると決済する投資家さんね実力のある投資家さんはそんなにいないですよ一手半値決済目先のお金が欲しい人が売り逃げることはあってもねで昨日は材料もありましたんで材料によってどっちに向かうかなと思ったら材料の推しというかね値下がりがあるのはあるんじゃないかなと思います さあどうですかテクニカル的に解説できます例えばね、ここを超えたから倍が突き上げるとかねここのレンジをぶち破ったから上昇が続き下に下がったけどもこの上底に阻まれてさらに上に抜けたとかねこれ自己解説できますかこの自己解説のトレーニングかなり重要ですから まあ、舐めてる方方は絶対やった方がいいですよ事後解説を何回も何回も何回もしていつも同じような解説例えばこれが終わってねもう一回同じチャートで同じ解説できますかそれがテクニカルの力がついたかその場で取り繕ったああいうなものなんかの差なんですよでこれはあの投資家を名乗る人にも同じことを聞いてみてください、まあ、皆さんもねもしかしたら他のトレーダーさんとかをコインにしてるかもしれませんのでその人に同じように質問してみてください このチャートによる自己解説をお願いします。そして、1ヶ月ぐらい経った時に同じものを持っていって、自己解説をお願いします。みたいな感じでね。もう動かない不動の同じチャートなのに違う解説が出たらおかしいでしょいつも同じ解説できるはずでしょそうやって、例えばツールを売ってる人を試してくださいね。月利何百パーセントみたいなね、踊ってる人がいますけども、じゃその人に質問があるんですけど、ちょっと通路を買う前にお願いします。みたいな感じでね、聞いてみてください。答えられないですから。だって分からないんだから、その人は。 ツールを使う人なんてね、裁量ができないんですよ。テクニカル理解してないんですよ。そこから逃げたんですよ。逃げたから商品を売ることで儲けようとしてる。ちょっとビジネスがね、投資からビジネスに変わっちゃったんですよ。<laughs> はい。えー、では人の批判してもしょうがないんで <laughs>、1時間の方に移っていきましょうか。はい。じゃあ、1時間を見ていきますね。じゃあ、これからどうなるかってことなんですけども、えー、おし、えー、どっから行こうかな。レンジを作って、その中で、 上下しました。ドラマがありました。で、そのレンジをぶち破ってブレークを作りました。利益を出してくれました。ここで、えー、決済がかなり起きて、下にグッと進む。つまり、売りも同時に起きたんだけども、それが押し目になって、今度はここで買う人も出てきて、その買いを見てさらに買う人が出てきて、ということで、この流れがドーンと突き破って、この流れが起きました。そこからは、徐々に値を上げて、140円達成。140円達成した後で材料が入り、 141円をクリアする前に大きく下がったところですけどもでも材料で下がったからといってね投資家さんが資金を引いたわけではありませんこれ意味わかりますか材料で下がったものってテクニカルに戻るそのメカニズムはちょっと今説明しましょうかせっかくなんで、うん、長くなりましたけどねあね材料っていうのは例えばね米国雇用統計とかもあるんですけどもとにかくリアルなマネーが動いてるんですよ 実際にドルを円にしなくちゃいけない、円をドルにしなくちゃいけない事情っていうのは、まとまともっていうかね、通常商売をやってる人は起きることじゃないですか。例えば保険金の払い出しがあるんで、えー、まあ外資系の保険会社にかけていたお金を決済するために、ドルってものを解約して円にしました。そして円にして、日本人の保険を請求した人に払いますみたいな流れって分かりますそうするとあの トレードとか関係ない世界いわゆる通常の実体経済の社会でドルと円の動きがどうしても起きる時ってあるんですよそれが材料じゃないですか米国雇用統計みたいなねそういうふうにしたところを追っかけていってどちらかという私たちが実体経済には参加してないのに値動きがあるからという理由で <laughs>、ね、仕事もせずに言ったらあれですけどね パソコンのトレード画面だけで儲けようとするわけでしょ。私たちは実体価値を生んでるわけでは何でもないですからね。個人的にお金を儲け取ってるだけ,だけですからね。<laughs> その、商売の隙間を抜くようなことをやってるわけですよで。私たちみたいな存在がいなければ、悪く言えばね、もうちょっと保険金の額は増えるかもしれないとかね。雇用統計で悪い結果が出ても改善が早いかもしれないっていうふうに考えることもできるんですよ。で、逆に言うと私たちは市場流動性を与えているんで <laughs>、 <laughs> 取引をしやすくしているというねこともありますけどもまあ FX トレーダーに社外的意義はほとんどないと言ってもいいでしょう個人的に儲かってるだけというね <laughs> はいえー、というところでね、えー、さらに細かくお話しする会を別に持ちたいと思いますなんでね、あのー、材料ってのがトレーダーにとって点滴なのか、まあ、それは別世界のお金の動きだからなんですよね <laughs> また別で解説しますさあそして何が言いたいかというとこれからのことですよこれから こうやったファンダメンタルで動いたものは必ずテクニカルの方向に動いていきますんでこれからは今ね140円を切るかどうかっていう値段でしょこれからは1週間かけて140円を回復してね140円の中盤とか後半とかに入ってついに140円をクリアするっていうビジョンを見ながら1週間を過ごしますよ まあそれが今週に起きるんではなかろうかということです少なくともここからもっともっと下がって回復しようのないような下落は見せないというところですで投資家さんがこれは資金を引き上げたわけではなくて実体経済の人が交換したということなんですよドル円をねトレーダーは別にここに至ってねあの基本的には売ったり買ったりしてませんただ米国雇用統計という材料に乗って売りを仕掛けた人はいるかもしれませんけどもそんな人は稀ですよポジション抜いてずっと見てる人が 大半ですから。まあでも、初心者とかはね、中級者に限られますけどね、ポジション持たないっていうのは。うん、だから、そんなにたくさん資金持った人が集中して休んでるとは言えませんけどもね。はい、じゃあ、1週間こんな感じです。多少難しいことも言いましたけども、その、ここの意味がわかんないよっていう方は、さらに解説しますんで、えー、ぜひね、ご連絡をお待ちしております。はい、長くなっちゃってすいません。とにかく来週は、 うん、会が継続するっていうこと以外はね考えなくていいと思いますそれじゃあ週慣解説でした